皆さん、おはようございます。未来です。今日はですね、いつも通り私の1日をご紹介していこうと思うんですけれども、今日はね、日がなんと幼稚園なんです。ハッピーハッピー、夏休み終わってハッピーハッピーということでですね、今日はちょっと部屋めちゃくちゃ汚いんだけど、それらを放置して洗車がしたいということでですね、洗車していきたいと思います。気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。はい、どうぞって、こうやって、どうぞどうぞやばい、汚いです。今日はね、車の外がメインというよりは今日は中がメインなんです。ここ本当に汚いから。なんか結構さ、車の中でさ、ぐずったりとかして食べ物とかを、もうお菓子とかあげちゃったりするんですよ。で、多分こぼすじゃん、普通に当たり前に。だけどそれをね、結構見ぬふりしてた私、やばいです。掃除機かけます。全は車の中で遊んでる。ハロはい、窓全開で、今日はそんな暑くないからと思ったけど、めっちゃ汗かいてるんですけど。よし、掃除機かけましょう。はい、今ね、軽く掃除機かけたと思うんですけど、こっからですね、あの高圧洗浄みたいな感じでクリーナーを使って水洗いしたいなと思ってます。全員が今回ですね、使っていくのがこちら、ユーウォントのカーペットクリーナーを使って車の中のね、椅子と床を掃除していきたいと思います。このオレンジのボタンを押すと水が出てきます。で、押して吸ってみたいな感じすると、見てすごくない？足跡がね、ほらすぐ消えるの。こんな感じで座席のこのシートの部分とかもやっていきたいと思います。それでは足元のカーペットを洗います。今回使っているこのユーウォントのカーペットクリーナーなんですけれども、こちらがですね、アマゾン限定のブランドのものでございます。で、これがね、高圧スプレーで噴射して汚れを浮かせて、超強力吸引で汚れを吸い取っていくっていうものになっております。で、吸引力がね、結構高いので、乾燥もなんか結構早いなって使ってみて私は思いました。このクリーナーが洗剤を使わずにお掃除ができるので、お肌にも優しいし、赤ちゃんがいるご家庭でも結構安心して
使えるのかなと思います。それこそ私は思ったのが、あのベビーチェアだったりとか、あとはチャイルドシートとか、なんか洗いたいけど、え、これ意外と取り外せないみたいなこと結構ね、赤ちゃんグッズあると思うんです。そういったものとかでも使えるのでいいなって思いました。で、今回はね、車内を掃除したんですけど、ラグやカーテン、ソファーなど洗濯がね、なかなかしづらいっていうものとかも綺麗に洗うことができるので、なんか私って結構定期的にラグを買い替えたりとかするんですけど、で、ソファーもね、子供たちがどうせ汚すからなと思って、あの高いじゃんソファーって、だから買い替えるのを我慢したりとかしてたんですけど、このクリーナーがあるなら、なんか本当に気に入ったソファーとかラグとか色とかね、購入するのもありなのかなって思いました。で、ソファーとラグに関してはなんか汚れが目立たないものを選んでいたので、なんかね、子供がいるとどうしてもさ汚されるじゃん、だからね、なんか汚されてもまあいいかって思えるものを使っていたので、あの本当に気に入ったかと言われたらね、まあ微妙なところではあるんですけれども、特にカーペットはね、私はすごく早く買い替えたいなって思っております。もう全員がすっごいお菓子とかさ、米とかさ、とっちらかすからさ、もうカッピカピなのよ。そう、買い替えたいんです。あとはね、めっちゃいいなと思ったのが、ダウンジャケットも使えるんです。ダウンジャケットってさ、クリーニングに出さないとダメじゃん、あれ。なんかそれを自宅でケアできるっていうのはめっちゃいいなって思いました。あとはね、血液汚れとか尿汚れも綺麗にしてくれるので、ペットを飼ってる人とか、あとはお子さんがいる家庭とかにもめちゃめちゃおすすめです。すごくない？これマジで新品みたいになった。え、すごすぎなんだけど。だって洗濯回してないよ。めっちゃ新品になっちゃった。マジで綺麗になった。あとはちょっと濡れてるので乾かすだけなんですけど、マジで綺麗になった。やべーぜ。このマットがマジで新品同様すぎる。この辺がまだちょっと濡れてるけど、もうこれはね、もうほんとすぐ乾くぐらいだと思います。この回収した水を捨てたいと思います。あれ、全部流れちゃった。全部流れちゃった今。いや、マジ汚いんだよ、わかる？もう泥水めっちゃ汚い。やっぱこのね、取り外して洗えるっていうのもね、めっちゃいいなと思います。汚い。映像にはないんですけど、この後ホースも取り外してホースも水洗いしました。こうやってね、パーツがね、簡単に取り外せて水洗いができるっていうのも、なんか手入れがしやすいっていうところでめちゃめちゃいいなって思いました。ほら、めっちゃ綺麗になった。やべ、車の中の掃除が終わりましたので、ずっと放置をしていた家事をしていこうかなと思います。洗濯、あと掃除機、そして食器洗いをしていきます。なんかさ、主婦ってさ、ずっと家にいるんだけどさ、大変だよね本当に。何かこう、いつもと違うところを掃除したからといって家事が減るわけでもないですし、本当に大変な職業ではないんですけど、業務だなって思います。疲れるよね、休みないしな、普通に考えて。はい、そんな感じで洗濯物を干していきます。全部ね、1時間ぐらいかな、結局外にいたんですけど、寝るかなと思ったけどね、結構元気ですね。そしたら次は食器を洗っていきたいと思います。食洗機にぶち込むだけですが、はい、やっていきます。でね、モンスターの缶が見えると思うんですけど、前日の夜にモンスターを飲んだんですよ。そしたらね、まさかの3時ぐらいまでマジ眠れなくなっちゃって、で3時になってもやばい眠れないって言って目つぶってたんですけど、なかなか眠れなくて、3時半ぐらいかなまで起きてたの。もう夜にモンスターとかそういうエナジードリンク飲むのやめようって
思いました。多分めちゃめちゃ久々にエナジードリンク飲んだっていうのもあると思います。そうなんかさ、最近編集とか全然できてなくて、そう眠くて眠くて、なんかね眠いんだよね、なぜだか。そうエナジードリンク飲んだら眠れなくなったっていう話でございました。食器が終わったら掃除機をかけていきます。毎日かけないと本当にねやばいのよ、髪の毛とかほこりとかが。そうでさ、ロボット掃除機もあるんだけどさ、前がさマジでサーフィンするのでもう壊れると思って、前がいる時はロボット掃除機は起動できなくて、こういう感じで手動になっております。昼ご飯食べます。ユッケジャンスープにオートミールともやしとちょこっとウインナーと、まあそんな感じ。あとキムチも入れたか。めっちゃ大量になっちゃった。これ食べきれない、絶対食べきれないけどいただこうと思います。めっちゃカロリー低いよこれ。いただきます。ちなみに前は寝ちゃいました。寝ちゃったの、ちょっと見て、じゃーん。前には後から雑炊作ろうかなって思ってます。いただきます。熱そうやな。あ、まあ、辛っ辛っ、入れすぎた唐辛子。めっ、おいしい、おいしいけど熱すぎや。食べないよこれ。嘘、マジ。これヒーが作ったさアイスなんだよね。うん、なんかオレオを砕いてその中に生クリームと甘味料とバニラエッセンスを袋ごとね、オレオのね袋ごと入れて固まらしたアイスクリーム、結構ね美味しいよねそれね。なんかねマックフルーリーの超オレオをもっとオレオにした感じだから、オレオがさ一袋入ってるからめちゃめちゃカロリーやばいんだけど、ね、ひーちゃんはねなんかオレオが、うん、なんかアイスみたいな感じになったアイスね、するよね。そう、うん、だから何日かに分けてね、うん、食べてんのね今ね。前、うん、はクッキーです。今からご飯を作ります。この網に油を少々塗ります。はい、オーブンに連れて行きます。そしたらハムがめっちゃ安くて、これで172円、やばくない？何枚入ってる？20枚ぐらい入ってるけど。今日はハムとチーズの春巻きをしたいと思います。
サラダも作ったし、お味噌も作ったし、春巻きも作ったし、魚も焼いてるし、ご飯も炊いてるし、もう最高じゃん。もう終わり、これで。なんか全体的に色が一緒なんですけど、今日の夜ご飯はこちらでございます。いかがですか？美味しいですか？なんかお肉みたい。パパと同じこと言ってるよ、うん、ほぼ肉っつってるよ。鮭のことはパパと一緒はい、以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでも参考になったら嬉しいです。今回はね、UWANTのクリーナーを使って洗車をしたんですけれども、マジで QOL がぶち上がります。マジでぶち上がります。見た目もさ、めちゃめちゃスタイリッシュじゃないですか。だからお家の雰囲気とかにすごく馴染みやすいですし、あとね、今まで掃除ができなかった、まあ、それこそ車の中を水洗いとか、あとはカーペットとかソファーとかベッドとか、そういったものも洗えるようになったので、なんかいいものを長く使おうかなって思えるようになりました。そしてね、セルフクリーニング機能もついておりますので、パイプ内とか配管内をきれいに保って嫌な匂いとかをなんか発生しにくくなりますし、あとはパイプ内を自動で綺麗なお水で洗い流してくれるので、お手入れもすごく簡単でいいなって思いました。で、取り外しも可能なので、私は今回セルフで結構ゴシゴシ洗っちゃったんですけれども、綺麗な状態をすごく保ちやすいなって思いました。そしてセール情報もございまして、9月の19日から25日の間はですね、セールをやっておりまして、18,580円から14,880円までお値段がお安くなりますので、まあ気になる方はぜひその期間内に購入した方がいいのかなって、最安値で買えますよっていう情報でございました。まあ気になる方はですね、下の概要欄に詳細を記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。